皆さんどうもこんにちは。ついに発表されましたね。ガーミンエッジ1040ですね。僕の手元にも届いております。ソーラータイプと非ソーラータイプと。1ヶ月ぐらい使わせていただきましたので、エッジ1040の、まあ、特徴、そして使ってみて感想、どういう人に合うかとか、そういったところをですね、洗いざらしお話ししていこうかなと思います。はい。まず今回のエッジ1040の目玉ポイントですね、3つほどお伝えすると、まずは UI ですね。大きく変わりました。めちゃくちゃ使いやすくなった。で、ソーラーパネルですね。ついにサイクルコンピューターにソーラーパネルが搭載されました。はい。トレーニング機能の大幅アップデートといったような感じでございます。エッジ1040にはソーラーパネルモデル、そして非ソーラーパネルモデルと2種類あります。違いはソーラーがついてるかついてないか、そして容量の違いですね。ソーラーパネルモデルは 64GB 入ってます。こっちは 32GB ですね。容量倍違うんですけども、そこまで考えなくていいと思います。マップはどっちもたくさん入れることできますので、世界中どこを走っても多分大丈夫だと思います。外見は今までのね、例えば1030プラスと、そこまで変わらないです。例えばボタンの配列なんかは変わらないんですが、背面がメタリック素材になって、かなり高級感が出ましたね。また、縁の部分ですね。非ソーラーモデルは白くなっていて、ソーラーモデルはちょっとシルバーになっていてですね、見た目、外観の違いがちょっとあるかなと。一番の見どころは USB-C になりました。はい、ようやくねガーミンも USB-C になったということで、地味にですけどとても大切なアップデートだと思います。1040と1040ソーラーの注意点としては、付属している同梱物が内容が全然違います。ざっくりと言うと、1040の方にはセンサー類全部入ってます。例えばハートレートですね、心拍のセンサーだったり、ケイデンス、スピードセンサー、自転車に取り付けるマウントとか、基本的にサイクルコンピューターのバンドルセットを買ってしまえば、他にね必要なものっていうのは全部入ってきますので、まあ、そのあたりはいいんですが、ソーラータイプのモデルに関しては心拍とか速度とかそういったセンサー類は入ってないです。その代わり、マウンテンバイク用のマウント、そしてこのシリコンケースがついてますね。はい。ガーミン純正のシリコンケースです。特にガーミンユーザーはつけてる人多いと思うんですけども、まあ、ガーミンがもう純正で用意しましたよっていうのがソーラータイプのモデルですね。見た目も質感もとても良いです。値段もですね、約10万円ということで、かなり高級な最高になってます。はい。高級スマホ並みですね。重量はね、まあ130前後ってところです。で、やっぱり皆さんが気になるのは、このソーラータイプですよね。はい、ソーラータイプちゃんと使ってみました。結構良かったです。印象はもともとはガーミンのねウォッチにも、ソーラーパネルがついているスマートウォッチっていうのはちょこちょこ出てるんですけども、ついにねサイコンにも搭載されたといったような感じですね。上下のパネルがソーラーパネルになっていて、まあここでね、太陽光のエネルギーを電力にこうねある程度変換しますよという感じなんですけども、バッテリー持ちがもう減らないかって言ったらそういうわけじゃないです。感覚で言うと延命するといったような感じですね。例えば僕先日ね普通に走ってるんですけども、1時間とか、例えばですよ、20キロとか走った段階で、晴れの日なんかはですね、ちょっと走っただけで1時間バッテリー引き伸ばすことできてますよみたいな感じでグラフで表示されます。これねすっごく見てて楽しいです。自転車を乗る上で全く必要のない情報ではあるんだけども、家にね太陽光パネルとかつけてる人だったら分かると思います。今どれぐらい発電できてるかなっていうのをねちょくちょく見ちゃうと思うんですけども、あの感覚にすごく近いです。あ、結構発電できてるぞと。でしかもちゃんと数字でどれぐらいバッテリー稼げてますよっていうのが分かるので、なんかこうライドの楽しみが一つ増えたって感じですね。またこれはですね、ライド中だけじゃなくて、例えばランチ休憩するときに日の当たるところでちょっとねテーブルの上に置いといて、友達と喋りながらご飯食べながらね、スリープモードにしとけば充電ちょこちょこ溜まってきてます。なんでランチ休憩でお腹を満たしつつ、最高もちょっとずつ満たしていくといったようなスタイルができるわけですね。で、バッテリー持ちに関してなんですけれども、この非ソーラータイプで30時間持ちます。もう十分すぎます。ぶっちゃけ十分すぎるんですけれども、そこにソーラーパネル付きということで、基本的に無限に走れます。このサイコン持ってれば、いくらでも走ることはできます。はい。
気軽に充電できないブルベとかエキストリームなライドなんかでも活躍することができるんじゃないかなと思います。 UI がガラッと変わりました。今までのサイコンと比べてだいぶ使いやすくなりました。ガーミンのサイコンって特徴でもあるんですけども、やっぱりめちゃくちゃ細かく設定できて、めちゃくちゃ細かいカテゴリーがあるんですよ。ナビ、トレーニング、あとまあ画面の設定から、もういろんなあらゆることができてしまうので、 UI が見やすくなって使いやすくなったのはかなり個人的にはポイント高いですね。ざっくりと言うと、そのホーム画面のところにいろいろな項目をね、最初から表示することができて、かつ右下の部分を押すことによって自分の調べたいとかいじりたいカテゴリーを選ぶことができると。シンプルになりましたね。使いやすくなったと思います。これは大きな進化ですね。 GNSS マルチバンド機能ということで、 GPS の上位互換と思っていただいて大丈夫だと思います。かなりね、精度が良くなってロストしにくくなります。自転車乗ってるとね、あちこち行くのでちょくちょくね、GPS ロストすることあると思うんですけども、山とか、まあ、海辺もそうですね。電波が入りにくいとこでも電波入りやすいです。はい。なんでナビゲーションですね、ナビしてもらってる時とかでも、ロストしにくいです。はい。あと個人的にね、やっと来たかと思ったいいところはですね、サイコンの画面のレイアウトをスマホを介してこういじることができるので、とてもサクサクで、安定していてストレスフリーでかなりいいですね。これ良かったです。やっと来たかって感じですね。でナビゲーション機能はね、やっぱさすがガーミンですね。マジでさすがの一言です。やっぱガーミンのナビは最強だなと思いました。例えば検索機能で住所でね調べることも当然できるんですけども、例えばバイクのショップですね、なんかトラブルとかあった時に近くのねバイクショップがどこにあるのか、そこまで何キロなのかとかも分かります。近くのコンビニ、トイレ、カフェ、公園、銀行、レストラン、細かく出てきます。かなり優秀ですね。めちゃくちゃいいカーナビ級ですね。宿泊施設もホテルだけじゃないんですよ。キャンプ場とかも調べてくるんですよね。だからバイクパッキングとかねしてる人で、わめっちゃ雨降っちゃったみたいな、でまあちょっとしゃあない、もうこの辺で泊まっちゃおうってなった時でも即座に調べることができると。しかもそのルートのナビもですね当然してくれて、どういう風に行きますか、国道優先ですかとか、サイクリングロード優先できますかとか、そういった設定もできますので、いやーやっぱさすがナビは、素晴らしいなと思いました。ちなみにですね、サイコンのセンサーとの連携も当然バッチリできます。DI2 とかガーミンだったらバリアーっていう製品もありますし、パワーメーターとかねあると思うんですけども、そういったもののバッテリーの消耗どれぐらいですか、あとどれぐらいバッテリー残ってますかとか見れます。はい。ソフト面使いやすくなった、ソーラーもついたっていうのはあるんですけども、新機能たくさんついてます。それはですねトレーニング系ですね。トレーニングとか結構シリアスに乗るライダーはかなりいい、機能ついてます。いくつかあるんですけどもピックアップします。まずはリアルタイムスタミナですね。パワーメーターは自分のパワーとかをね数値化したりしますよね。TSS なんかは今日の頑張ったレベルみたいのを、数値化したりすると思うんですけども、これは自分の体力を数値化して、あとどれぐらい体力残ってるので、どれぐらい走ることができますよっていうのを数値化した感じですね。もうあれですね、ゲームで言うともうライフポイントと同じです。はい。ヒットポイントと同じ考え方でいいと思います。100キロ200キロのライドする時のペース配分にとてもね役に立つのかなと思います。サイコンに自分の体力をマネジメントしてもらうといったような感じですね。はい。とても面白い機能だと思います。クライムプロ、これはねガーミンユーザーもともと使ってると思うんですけども、まあヒルクライムポイントに来たら、あとどれくらいで頂上ですよとか、今勾配結構きつめですよっていうのがこのグラフでね出てきます。赤色になるとめっちゃ激坂で、オレンジはやや激坂みたいな、緑はまあそんなにきつくないですよっていうグラフでね表示してくれたりするんですけども、その辺がよりね細かく出るようになったと。パワーガイダンス、これもねいいですね。100キロ200キロのコースで、まあ今回ちょっとじゃあまあ少しねハードにちょっと追い込みたいっていう時もあると思います。そういう時にじゃあ自分の FTP がじゃあ260だから、今回は270ワットでコースを走ろうっていう風に設定すると、コース全体で270ワットをきっちり出せるようにアシスタントしてくるんですね。パーソナルトレーナーみたいな感じですよ。これがサイコン自体がパーソナルトレーナーみたいな感じで、
目標を設定することでこれから走るコースの強度を教えてくれる、こんぐらいで走りましょうねっていう風に教えてくれるって感じですね。すごいよね。もうすげえなと思ったよ。まあかなりですねトレーニング系の機能が優秀ですね。はい、もう本当パーソナルトレーナーを買うっていったような感じだと思います。実際に僕ね走った感想を言います。まずソーラーパネルについてなんですけども、一つのライドだと70キロとか晴れの日ですね走った時、7、80キロぐらい走った時は結果的に 10% ですねしか消耗してませんでした。はい、個人的に感じたこの1040の良さですね、いいなと思ったポイントを伝えますと、まずソーラーパネルですね。皆さんが気になっているソーラーパネルどうかと、ノーマルタイプだとセンサーとかもろもろいろいろついてて、こっちはまあついてないと、ソーラーパネル分の価値はあるのかっていうポイントなんですけども、まず何も持ってない人だったら悩むと思うけど、そもそももともとガーミン使ってて乗り換えるんだったらもうこっちでいいよねって思います。想像以上にありですね。はい、最初の方にも言いましたけども、そんなに別に重要ではないんですけども、やっぱりこの普段走っててどれぐらいソーラー発電できてるかっていうのを見るのはね、なんかちょっとこう、中毒性があるというか面白いんですよね。あ、結構やっぱ曇りだからやっぱ今あんまできてないやとか、今カンカンでピーカンだからやっぱすごいできてるな、1時間2時間分の発電もできてんじゃんとか、そういうのが見れるのはなんかね楽しくなりますね。本当にこの太陽光発電のグラフを見るような感じかな。サイクリング自体も楽しいけど、でトレーニング自体もね当然ハードで、例えばね達成感とかもあるかもしれないけども、それとはまた別の視点で楽しむこともできる機能として個人的にはつけて正解だと思う。つけていいと思います。はい、ぶっちゃけ言うとモバイルバッテリーとかでブスッとさして急速充電した方が後で早いんですよ。すぐに充電できちゃうし、まあモバイルバッテリーなんてね1万ミリアンペアとかで3000とかで全然買えちゃうと思うんで、全然そっちの方が充電効率はいいと思うんだけども、あやべえ充電なくなってきた、ちょっと充電しなきゃっていうこの煩わしさがほぼなくなる、もう考えなくていいっていうのはですね、かなり心の余裕ができていいかなと思います。はい、でプラスアルファでなんか発電してて楽しいっていうのはいいことかなと僕はね感じてます。だいたいサイクリング中に心配するデバイスっていうのはスマホのバッテリー、そしてサイコンのバッテリーだよね。200キロとか走ってて充電切れちゃってログが取れなかったとかめっちゃショックじゃないですか。まあ、そういう心配しなくていいっていうのはすごくいいことかなと思います。あとはハード面の進化に関しては USB-C は万歳ですね。他はそこまでかな、個人的には。まあ、確かに高級感は増したのはいいことかなと思います。値段がね結構高いんでね。一番の個人的な進化は UI の変更ですね。圧倒的に使いやすくなったんですぐ慣れるんじゃないかなと思います。おすすめする人は誰かと言われたら、まあ超ロングライドする人はいいと思います。例えばブルベで例えば1000キロとか何百キロも走るような人はまあこれは安心ですね。あとは数日間ずっと旅をしますって人なんかも結構相性はいいんじゃないかなと思います。あとは1台でガチでトレーニングしたいとか、ロングもがっつりやりたいし、旅もねめっちゃ楽しくしたい、マップとかナビ使ってもう快適にやりたい、困った時にすぐに検索できるようにしたいとか、いわゆる全部盛りで全部最高級のものが欲しい人はまあおすすめですね。最高のサイクルコンピューターの一つと言っても過言ではないと思います。これすげえ、いやすごいです。はい、懸念点って言ったらやっぱり値段ですね。サイコン10万円です。まあお世辞でも安いです、コスパいいですとはちょっと言えないです。正直やっぱり値段は結構しますが、まあそれに見合った価値はあるとは思いますが、やっぱり値段は結構するなというような印象ですね。はい、懐に余裕がある人なんかはこれ買っとけば 100% 間違いないと思います。1040か1040ソーラーかっていうのは結構悩みどころだと思うんだけど、普通に充電すればいいやっていう人は多分1040で全然いいと思います。はい、なんかソーラー面白そうじゃん、面白いじゃん、なんか出てくるのって思える人はソーラー使えばいいと思います。ソーラーに頼らなくてもすでにめちゃくちゃバッテリー持ちはいいので、まあその辺は自分の価値観と相談して決めればいいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上でございます。最新のねガーミンのエッジ1040、気になる人はねぜひチェックしてみてください。はい、
もしもね、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、今回の動画は以上です。